どうもこんばんは、本当です。ですね、ちょっと人前な演目を立ててしまったんですけども、ちょっとこれには理由があるんで、まずは、ありがとうございます。じゃあスタート。こんばんはから。あのですね、この演目にさせていただいたのもちょっといろいろ深いわけがあるんで、ちょっとそこらあたりから。僕にはですね、2人の、師匠というか恩人というか人間がいまして、でまず1人目はですね、東京の方でですね。書店、読書のすすめという書店をやっている清水克義という人なんですけども、ひとりさんの本なんか読まれている方の中にはご存知の方もおられるかなと思うんですけど、ひとりさんが行きつけの本屋の社長なんです。でその方との出会いがあったんで、今の僕があるようなものなんですけども、その方に教えられたのが、人との出会いと本との出会いは、自分を成長させるんだって言われてきたんですね。で、自分のこの、そうですね、生まれてきてからのを振り返ってみると、劇的に変わった時っていうのは必ずこう人との出会いと本との出会いっていうすごい重要な場所でそういうのに出会ってきたんで、それでちょっとその辺りを話せればなと思ってこんな一丁前なタイトルにしたんですけど、はい、はい、でもう一人の方はもう本当の恩人ですね、柴村社長です。はい、もう柴村社長には時にはこう個人的な悩みから子供の相談まで、子育ての相談まで乗っていただいたぐらいなので、もう本当にこう自分が生きてきてすごく視野が狭くなってきたところで広げてくれたのは本当に柴村社長なんで、本当に感謝してるんですけども、その柴村社長と出会うまでの過程の話をじゃあ早速したいなと思うんですけども、ここからの話はね、浦田さんがしろというので仕方なくしますけども、はい、僕はですね、京都は宇治市というところで育ちまして、で宇治といえばお茶どころですね。で、十円玉の裏にある平等院っていうのがあるんですけども、その頃からちょっとお金に縁があったのかななんて勝手に思ってるんですけど、田舎ですんでやることがないので、パターンに漏れずこうやりたい放題、やんちゃし放題の、はい、青春を送ってきまして、見かけによるかよらないかはもう皆さんにお任せします。はい、はい、よらないことを祈ってます。はい、で、いやじゃなくて、で中高、そうですね、もう本当に思い出といえば、そうですね、お酒、タバコ、暴力、バイクみたいなね、そんな風に生きてきたんで、当然、学校で学もないですし、高校は出たんですけど、高校の方は、はい、きっちり入試から卒業まで、カンニングで、はい、きっちり卒業いたしまして、はい、いつもなぜか前に同じ頭のいい小籔君っていう、はい、ありがとうっていう感じなんですけど、で卒業したんですけどね、そういう子たちって多分みんなそうだと思うんですけど、すごくこう一人前な風になるんですね。こうお酒飲んだり、全然自分たちは違うんだなって思ってるんで、で宿題基地の成り上がりじゃないですけど、なんかビッグになりたいなって、なんかしてやりたいってみんな思ってるんですよね。だから当然学がないから大学には行けない、仕事をサラリーマンはしたくない、じゃあすることがない、これもこっからもパターンなんですけど、肉体労働ですね、しばらくはって思うんですよね。で肉体労働、僕も例にもれずマンション作ったりする大工さんをやってたんですけど、で実際命かかってるんで、お金はものすごくいいんですよ。僕も一回、釘の頭が飛んできて、失明しかけたりとか、結構いろいろあるんで、毎日死のうと思えば死ねるような場所だったんで、給料がとにかく良くて、
18、19ではもうもらえないぐらいのお金をもらってまして、で友達と会えば、あ今日は出しとくよみたいな、そんな生活してたんですけど、お金があってもやっぱり充実しないんですよね、生活が。全然自分のしたいことをしてるわけじゃないので、ビッグになりたいとか、こんな風な仕事はかっこいいとか思って生きてきてるんで、こんな泥にまみれてやってるのがかっこいいとはやっぱりずっと思えなくきてるんですよね。じゃあ僕のパターンですけど、だん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 仕事に行くのが嫌になってきて、ノイローゼみたいな鬱のような状態になりまして、もう笑わない、はい、で、すぐ喧嘩する、そうですね、朝起きたらお腹痛い、頭痛い、登校拒否の子供じゃないですけど、でそうなってきて、それでもやっぱり僕、二十歳で結婚したもんで、まあ、それもパターンかなと思うんですけど、はい、やっぱり仕事を辞めるわけにもいかないんで、だらだらとだらだらと続けてたんですけど、それがそうですね、23ぐらいまでは本当だら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 、いやいや、もう本当におかしくなる寸前ですね。正直言うと、今言えば死にたいななんていうのはもう毎日のことやったんで、思ってる風にならないん で、その時に出会ったのがこの本なんです。で、これはちょっと今回自慢なんですけど、今日来てる針中野の上田さんから、その東京の書店の読者のおすすめの清水っていう人を紹介してもらって、その回り回ってこういう本がをもらったんですね。まあ自慢です、はい、7年前ぐらい、はい、でこの本に出会って、今まで読書もしたことがない僕がひたすら読んだんですね。で、かれこれ1年ぐらいしてるうちに、まあ、チャンスが巡ってきて、この仕事をやる機会に恵まれまして、で、すぐに会社の方に電話させてもらって、面接っていうことになったんですけど、面接の時にこれを持ってったんですね、僕も、調子に乗って。今思えば恥ずかしいですよね。会ったことある人たちの前でこんなことを自慢してて、会ったこともない、大切にやったことない僕が、こんなことやっちゃったんですけど、でその時 の面接してくれた社員の方が、その後柴村社長に言ってくれたんですね。近藤っていうのが面白いのが来たよって。で1週間後ぐらいに商品研修があって、また会社の方に行ったら柴村社長が来られて、でいっぱいいたんですけど、僕の名前だけ呼ばれて、どの子って言うんですよね。でこれがあったから本当に柴村社長ともすごい縁をいただいたのかなって、そこから本当に柴村社長には本当にいろんなことを教えてもらいましたし、自分がそうですね、このままじゃいけないみたいなね、っていうのも気づかせてもらえたんで、僕はそうですね、何にこの仕事で今化粧品売ったりね、ダイエット売ったり、昔の自分なら絶対こんな仕事したくないっていう仕事だったと思うんですよ。それが大工やってた時はお金もいいけど嫌なんですよね。でもこの仕事をずっと楽しんでやってるんですよね。で教えてもらったのは、何になりたいかとかよりも、例えばビッグになりたいとか、こんな仕事がかっこいいって思うよりも、こういつも笑ってなっていつも言われるんですよね。それは東京の読書の清水勝之にもよく言われるんですけど、一番の社長にも大社長にもいつも笑ってなって言われるんですよね。じゃあその時にこう、どうなりたいかよりもどうしたいかっていうのがすごい大事なんだなっていうのを本当に気づかせてもらって、まだだいぶありますね。はい、はい、やってこれたんで、その6年間本当に楽しめました。はい。はい。で、まあ、せっかくなんでいろんな話をと思ってるんですけど、これ言っていいのかちょっとわかんないんですけど、あの時はもう社長にの家にお呼ばれしたことがありまして、言っていいんですよね。はい。で、美味しいご飯をご馳走してもらいながら、はい、いろんな話を聞かせていただいたんですけど、その時にすごいマンションの上の方でね、すごいんですよ、夜景とか景色が。僕がそこに入った時にこう、すごいな、羨ましいなばっかり言ってたんですよね。でその時にね、社長が教えてくれたんですけど、なんていうんですかね、こう普通にこう街歩いてて、僕が街歩いてて、例えば最近よく同じ高級車を見かけるとか、で、あと例えばここのマンションに入ったこととか、そういうのっていうのは無理な人には見れないんだよねって言われたんですよね。でその時に羨ましいはダメだって言われたんですね。
それは妬んだり歪んだりしてるんだよって、そういう心では手に入らないよって。で、本当に僕がそういう生活ができない人間だったらここには来ない、こんな生活は見るわけがないって言われるんですよね。だからこういう時神様っていうのは羨ましいって思いなさいよじゃなくて、あ、そろそろ自分もできるんじゃないかって気づきなさいよって言ってる時なんだよって言われたんですよね。それから僕はもう世の中見る目変わりました。なんかもう人がつけてるもんは羨ましいんじゃなくて、もう自分のもんみたいな気になってくるんですよね。はい。でもね、いろいろとでもそういう目で見てると、実際6年前始めた頃には手にしなかったものとかで、結構自分が今手にしているものとかがあるんですよね。でもそれは社長にそういうふうに言われてきた結果なのかななんて思ってるんですけど、こういうふうにこう精神的なことをやっぱり一番教えてもらってきてるんで、確かにその仕事のやり方とかっていうのもね、大事ですけど、本当にこう狭かった自分をすごく広げてくれて、それこそ本当に命の恩人でもあるのかなって、死にたいと思ってましたから。はい。だから、うん、だいぶありますね。はい。9分の以上頑張りましょう。はい。うん、で、そうなんです。自分の人生はまずこの本から変わりまして。で、本当変わりました。180度。あるっきり違う方向に行きました。なんて言うんでしょうね、こう、ファンとかじゃなくて、単純にこの人が好きになってしまったんで、うん、で、その、書店の方の読者の詰めの清水っていうのも、まあ、ひとりさんがよく来るっていう、いわゆるこういろんな話をしてくれるんで、どん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 知るにつれて、こうかっこいいんですよね。はあ、何よりもこうかっこよく生きてるってところがいいですよね。うん、どうしましょうか。はい。ですね、うん、でもそうなんです、そういうふうに最初に言ってもらったんですよ。はい。考えたのかな。はい。ですね、なんか面白い感じがあって、全然つながってなかったんですけど、でも本当に今があるのはこの本との出会い、まずここなんですよ。人との出会いっていうと、まずは当然最初一人なんですけど、芝村社長、清水拓哉と出会って本当に変わったり、今でもこう友達のように付き合ってもらったりとか、いや社長友達じゃないですけど、いろいろ教えていただいて、はい。で、ある時岡山の方で斉藤ひとりさんの講演会がありまして、その時僕行ったんですよ。で、その時は夕方4時か5時からって言ったんですね。で、それで、一応僕昼前ぐらいに行って、山口の知り合いと一緒に会って、お酒も食べようよって言って、岡山昼前ぐらいに行ったんですよ、11時半ぐらいに。で、2人とも岡山知らないんで、結構ブラブラーとしてたんですよ。結構、細い裏の路地のようなところを歩いてたら、前からきらびやかな人たちが来るんですよね。さあ、それが10人のお弟子さんと1人だったんですけど、はい、で、いや、近藤君、なんて言われて、はい、一緒にご飯食べないかいって誘われたんですね、1人さんに。で、当然行きますよね。はい、嬉しいですから、行きます。で、行ってですね、ご飯食べる用途したときに、1人さんから言われたんですけど、この今、世の中に偶然なんてないんだよって。で、俺の話を聞きたい人って世の中にいっぱいいるよねって。でも、その人たちって聞く必要がないから今俺の前にいないんだよって。で、それで近藤君が目の前にいるということは、あんたは今日俺の話を聞く必要があったんだよって。だから、さっき会ったのも偶然じゃないんだよねって、ご飯食べてるのも偶然じゃないよ。だから、今日は近藤君のために話すから、よく聞いときなって言われたんですね。はい。僕は正直言うとガシガシに緊張して何言ってたかわかんない。正直なこと言うと覚えてはいないんですけど、いや、嘘ですよ。本当は覚えてるんですけど、はい。そうなんです。で、それ言われて、いろんな話を教えていただいてから、やっぱりそういうこう、偶然じゃないと思えば、こう、その話とかもすごい貴重になりますし、これですね、無理やりつなげますけど、はい、いや実際本なんかでも
これ読みなって言ってよく東京から送ってもらうんですけど、絶対に今自分が考えて困っているようなことが必ず書いてるんですね、答えが。で、本の読み方はって、まあ、せっかくなんで、あの1行あればいいとこだって自分に必要なものなんで、でその1行を探すつもりで読めば本って言ってくるんだよねって、何気なく本って読むと全然ためにならないけど、この1行が今の自分に必要なんだっていうのを探すつもりで読めようって言われてるんですよね。じゃあこう長い本でも楽しく読めますし、結構本当にどの本もぴったりくるんで、今日なんかでもこう読み返すと結構あるんですよね。さあ今の自分、7年前に 買ったというかもらった本が、さあ今の自分にまたぴったりだったりするので、本はぜひ読んでください。いや、本読まなかった僕がですね、あのその清水克義と一緒にこう読書普及協会なんていう NGO 法人なんて作ってやっちゃってるんで、あのぜひ本は読んでください。あ、そうだ、さっきね、言い忘れたんですけど、あのその編集会に社長が来られた時に、社長がね、ものすごい身近でスカウトだったんですよ。はい、僕は思わず目のやりどころに困ったんですけど、でもね、それはね、僕が若かったのか社長が若くなかったのかっていう、はい、そこはね、あの本人に聞こえるとまずいんで言わないでおきます。でも本当にあの本との出会いと人との出会いっていうのはすごくこう自分を変えますし、自分を変えるというのを成長させるっていうんですかね、あの常にこう先の斉藤ひとりさんの話じゃないですけど、無駄はないんだよって、で思うと人との出会いも本当本との出会いもすごく自分の、うん、ものにできるというかなって思うんで、はい、ね、これじゃまだまずいですよね。同じようなことばっかり喋り始めているので、はい、でもそうなんですよ。はい、でもあのこれがなかったらきっと僕も今ここに通していないですし、うん、はい、あの6年間も丸さんの仕事を楽しくやらせていただけているのも、この本から始まり一つの出会いがあって、それまではやっぱり地元の友達しかいなかったので、宇治市の中にしか知り合いがいないんですよね。でもそういう目で見ていろんなことをしていると、北海道から九州とかいっぱい友達ができたりするんですよね、知り合いの方が。それもこっちの心構え一つなんですよね。偶然はないんだって、この人も何か縁があったんだろうなと思うと、全部がそういう形になってきますので、ね、このもし偶然がないというのがあれば、もしかしたら今日僕みたいなやつの話が誰かのためになるかもしれないですし、ちょっといいんですかね。閉めちゃって、僕みたいなやつの本当に話がもしかしたら誰かの役に立つかもしれないですし、今日僕自身も これから講師の方とか社長の話とかいろんな方と出会ってこう話せることとかを聞かせていただいて、また今よりはぐっと成長して帰りたいななんて思ってます。ちょっとぐちゃぐちゃになりましたけど、はい、以上です。ありがとうございました。